こんにちは、 PGA ティーチングプロの岩垣隆正です。今回はインドアで上達するための練習法についてお伝えします。インドアで練習するときに出玉のコントロール、しっかりとどこに当たるかを意識して練習するようにしましょう。ターゲットに対して出玉がまっすぐ当たる場合、右に当たる場合、左に当たる場合、3つのパターンがありますが、それぞれはスイング中の体重移動と回転の運動量の変化で右、真ん中、左と当たることになります。スイング中の体重移動が多いとき、体の反応はこのように右打ち出しのインサイドアウトの軌道を示します。また逆に体重移動の運動よりも回転の運動が強いとき、この時は このような体の反応になり、アウトサイドインの軌道を示し、出玉は左に当たるようになります。しっかりとインドアで練習するときには、出玉に意識を持って体重移動と回転のバランスを調整しながら練習するようにしてみてください。それではスイング中の体重移動と回転の運動量調整において、右足のつま先の使い方についてご説明します。それではスイング中の体重移動と回転の運動量調整を右足のつま先の向きでご説明します。では反復横跳びをイメージしてください。右足のつま先がまっすぐ、もしくは少し閉じた状態だと体重移動の運動量がしやすく、このようにちょっと飛んでみます。進行方向に対して大きく体重移動ができるようになります。今度は逆につま先を開いて、この状態から左へ飛んでみたいと思います。あまり地面を蹴ることができずに体重移動の運動は少ない形となりました。このように右足のつま先の向きを開く、閉じるという形でスイング中の体重移動の運動量変化を使い、スイング軌道を調整してみてください。